はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、9月の27日火曜日ですね。ということは、まあ、イベント更新日になるんですけれども、まあ、1週間ね、クラちゃんお疲れ様でしたということで、まあ、旗集めもね、皆さん、結構頑張った人もいるんじゃないでしょうか。まあ、僕もね、配信で何日か <laughs> やらせてもらったんですけれども、まあ、無事ね、まあ、最低限の目標は達成したので、まあ、すごくね、いい1週間過ごせたかなと思うし、 皆さ,ん皆さんもね、まあ、頑張った人、まあ、報われなかった人も報われた人もいると思うんですけれども、まあね、なかなかね、うまくいくことばかりでもないんで、まあね、くじけないことが大事だと思うんで、はい、これからもね、一緒に頑張っていきましょうということで、じゃあ早速見ていきますか。今日はまあ、カード更新はないと思うんですが、イベント更新、まあ、おそらく僕の予想はまあそうですね、まだ、グローリー出現率アップ続くので、まあ、そうですね、希望は一平君かな。 はい。一平くんがいいですね。更新前ということもあるので。まあ、おそらく3日で来るんじゃないかなと思うんですけど、まあ、次はまあ,あ、りちゃれあ、ありちゃれはないな。さあ,あれかなゆ <laughs> <laughs>、ユニコレかな <laughs> ということでやっていきたいと思います。お願いします。さあ、何でしょう。一平くんでお願いしたいな。一平くんで。一平く一平く一平くん一平くんあ、ダブリトライね。はい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 。 これはいいでしょう。はい。まあ、スルーでしょう。まあ、引く人は引いてもいいかもな。うん、ダブルリットライ好きな人はね。はい。まあ、一応、フォーカスプレイヤー4弾とスナイパー、今回復刻はないっぽいですね。はい。まあ、4弾とスナイパー、今出てるやつがま、合計出現率12%ということで。まあ、引ける確率結構高いですね。ダブルリットライ入れると。まあ、1回引けば1枚ぐらいは出るんじゃないでしょうか。はい。おえ、アディシャレマジで え短か <laughs> ちょっと待って <laughs>。マジで <laughs> 最高やん。最高ですやん、J クラさん。な、マジっすかマジで大穴と思ってたんやけど。うん。マジっすかえ、マジ、もう一生ついていきますわ。はい。もう最高っす、本当に、やっぱ。他、あのゲームとは違うっす。ねそんなこと言っちゃえか。ありがとうございます、本当に。<laughs> やった、マジか。 めちゃくちゃ嬉しい。あー、大好き、ジェイクラ、本当に。ちょっと一瞬一で、<laughs> テンションがやばい。過去一高いかもしれん、これね。限定選手の追加とかより全然嬉しいんですけど、僕、正直。マジか。短期でやってくれるんだ。えマジうわ、マジか。これはもう僕は頑張ります。はい。まあ、結構やると思います。はい。<laughs> はい。まあお、お、美味しいっすよね。まあ、僕大好きなんですけど。はい。スパイクも2章あるし。はいで、ちゃんと鬼畜なとこがいいね、このね。うん。ちゃんと、ちゃんと 1, 130万やらせるところがいいよね。みんな、まあ、信じてるよな、もう J クラユーザーのことね。もうやるよな。うん。やらない人はもう踏み絵みたいなもんよね、これね。もうやらないとダメよ、これはもう。うん。これやらないと僕はもう正直、ちょっとあれですね、苦言を申し上げますね、皆さんにね。 ほぼ絶対130番までやってください。はい。もう僕のリスね、動画見てくれてる人、絶対やりましょう。まあ配信します、今日。めちゃくちゃやる気で配信しますので、一緒にやりましょう。ちょっと、ちょっと、やっぱり、テンションがおかしい。は、まあ、ね、アディチャレの説明一応、まあチラッとしますと、まあ、そうですね。はい。まあ旗集めの、超超超超超いい番みたいな感じなんですけど。はい。まあもう本当に、 そうですね。まあ、いろいろ、うーん、まあ、そうですね。解説するところは結構あるんですけれども、ちょっと動画、まあ、以前ね、動画作ったやつとかも、まあ、リンク貼っとこうかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、内容変わってる可能性があるんで、もし細かいこと聞きに行きたいんであれば、まあ、コメントしていただくか、うーんと、まあ、配信に来ていただいて、はい、一緒に激アツなイベント回りましょうよ。皆さん。 ぜひ今日ね、19時から始めますと言いますけれども、まあ19時からか分かりません。正直調子乗って18時ぐらいから始めちゃうかもしれないですね、これはね。はい。ということで皆さん一緒にやりましょう。はい。まあ、そうですね。はい。まあ、本当に美味しいイベントです。僕はもう本当にそうですね、J クラの中でもパネストとか、 まあ、マスメディアとかもいいイベントありますけど、まあ、これも本当にすごく上位級ですね。もうトップクラスイベントだと思ってるんで、やりましょう、一緒に。特に今、グロ集めたい人、これはね、やり時ですよ。本当に頑張りましょう。はい。ってな感じで、なんか来ましたけど、何これ。何あはこれか。は <laughs> はい。長崎が昇格したんだ。ボルティス。 おおトスも上がってる。3チーム上がったんだ、今回。ということは、プレイオフ、下がかったんだ。えー、アービスパの方はね、7位ということで。いや、お疲れ様でした、本当に。まあね、なかなかね、厳しい戦いでしたでしょうけど。うん。はい、ということでね、まあ、すごく神イベントが来ました、ということでね。はい。もうこれはやるしかないでしょう。はい。皆さん、ぜひ、配信で待っております。まあ、あともうちょっと話することあるかな。特にないかな。 あとはないっすね。あとはないかな。特にないよね。もう更新。ないね。うん。ダブルリトライの話ちょっとするじゃん。僕はあんまガチャしないんすけど。ダブルリトライの話するんだったら、まあちょっと見る確率ぐらいは。今回復刻ないんだね。まあでもそっか、一段とか復刻したばっかやもんね。じゃあじゃここじゃない。どんなもんだ ?12% のうちの2%ぐらいあんの <laughs> ちなみに85以上。 こっち見れるちょっと待ってね。85、ないやん。んいや、あるな。合計して、どんぐらいあるかやな。<laughs> いや、ないね。これね。ないね。半分もないな。ここで、6.5。6.5。足したら13%。ん ?1% しかないのか。えちょっと待って。ゃうゃう、5.5やから、11%。え ?2% か。お、ま、前、あ、2%。いや1、1%か。 1%?1% らしいですわ。<laughs> 1%出るらしいです。皆さん。ダブルリトライで、まあそうですね。1%打ち抜いたら、まあそうですね。確率的に言うと、まあそうですね。そんなにまあ、差はないと思っていいんじゃないですかね。もうこんな確率なんで。まあとりあえず、にじければ、まあ色にじければワンチャンあるかなぐらいか。 はい。てな感じでしょうね。まあ、そんなに確率さないんで、まあ、ひ、まあ、ひ、まあ、蹴っちゃえばみたいなとこはあると思うんですけど、まあ、どうしても欲しい人はね、チャレンジしてもいいと思うんですけど、僕はアディチャレやった方がいいと思います。はい。間違いなく。はい。ガチャ回すぐらいになったら、アディチャレやりましょう。皆さん。<laughs> ということで。まあ、ちょっとね、今日更新内容、ま、短めでしたけど、まあ、アディチャレ来たということでね、もうすべてが、はい。もう幸せです。僕は。はい。良かったです。はい。頑張ります。<laughs> ということで。じゃあ。 皆さん、ご視聴ありがとうございました。じゃあ皆さんまたね、えー、今日19時から一応予定で、はい、配信しようと思うんで、まあ、よかったらそちらでね、遊びに来てください。ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。